コテネターチャンネル。みんな楽しくバトルやってる？さて今回はというわけで、リバイバーを諦めても耐久性と回復力をドローンに期待したいってことで、グライダーを標準装備とすべくテストしました。このグライダーの評価は 7% の耐久値よりもフェーズシフト後の 20% 修復、そしてラストスタンド代わりで使える耐久値 35% 以下で防御ポイント40獲得かな。それではこのフェンリルのテスト装備は、グライダー、リペア、ウォーリアー、あれ？グライダーの防御ポイントも時間限定なんだね。20秒か。リバイバーよりも時間は長いけどね。これは説明が必要な内容だよね。スピードアップについては、フェーズシフト後7秒間だね。これも結構長いよね。いい感じ。それじゃ、防御ポイントはダメージがクリティカルポイントを前後しても繰り返し発動するのかな。繰り返すみたい。そういうことで、このグライダー装備のバトルをお楽しみください。ナレーションはここまで。おやすみなさい。バイバイ。